三輪山は奈良県桜井市にあるなだらかな円錐形の山。奈良県北部奈良盆地の南東部に位置し、標高は467.1メートル、周囲は16キロメートルである。三所山とも言う。その他危機においては、三輪山、五所竹などとも記される。大物主大臣を祀る大三輪神社が三輪山の最陸にある。大三輪神社は三輪山を 神体山として扱っており、山を神体として、信仰の対象とするため、本殿がない形態となっている。こうした形態は、自然そのものを崇拝するという特徴を持つ古神道の流れに、大宮神社が属していることを示すとともに、神社がかなり古い時代から存在したことをほのめかしている。古事記日本書紀にも、三輪山伝説として、 大物出身の伝説が記載されており、三輪山が神の鎮座する山とされている。縁起式神明朝には、式内大社の大三輪大物主神社として載せられていて、別名は、三輪神社であり、三輪の死の氏神であった。鎌倉時代に入ってからは、喜び縁が、この三輪神社を拡大し、本寺衰弱説によって、三輪明神と改め、別当寺として、三輪山平等寺を建立した。 この三輪明神は徳川将軍家などに厚く信仰された。その後、明治維新を迎え、1871年に神社が奈良県に宛てた工場書には、神の山とは三輪山を指すという記述があり、大三輪神社の神体山として三輪山が正式に記録された最初の記録とされる。太陽神であるアマテラス大神は三種の神器の一つや高神を、 神体として祀られる。この鏡は、日本書紀によれば、元は宮中に祀られていたが、辻天皇6年に、笠縫の優に写し見子の豊月入姫命に祀らせ、水人天皇の時代に王女、山和姫命が伊勢国へ移しこれが、現在の広大神宮であるという。この笠縫の優は、三輪山の最六のひば神社の地であると伝えられる。ひば神社は、 大宮神社の拙者で、アマテラス大神若神玉神などを祀る。神体は、山中の岩倉である。また古代には、縁起式神明朝に、式内大社として乗せられている神座日光神社が、三輪山の頂上に祀られていて、太陽祭祀に深く関わっていた神社であったと、推測されている。現在この日向神社は、三輪山の最録にあり、頂上には、 高宮社が祀られており、日向おこかみを祭神としている。日向神社も高宮社も、大宮神社の拙者である。三輪山と、大鳥居三輪山、遠望三輪山と、橋墓古墳飛鳥時代には山内に大宮寺が建てられ、平安時代には空海によって、返上院が建てられて、中世以降は長らく神仏集合の影響が、色濃く、神宮寺も数多く建立された。 古代より原始信仰の対象であったとされているが、その始まりは諸説ある。古墳時代に入ると山陸地帯には次々と大きな古墳が築造されたため、この一帯を中心にして政治的勢力、すなわち大和政権の初期政権が存在したと考えられている。200から300メートルの大きな古墳が並び、そのうちには辻天皇、 慶光天皇の三さぎがあるとされ、主人天皇陵は安藤山古墳、慶光天皇陵は渋谷港山古墳であるとされている。さらに、橋墓古墳は、義守は神殿に現れる山大国の女王、卑弥呼の墓ではないかと推測されているが、築造年代や規模から異論も多い。三和山は古代より人々の心の拠りどころであった。七世紀後半、 白月の絵の戦いに敗れ、大海の都宮に戦とする、時、ぬかた王が読んだ歌が有名である。三羽山をしかも隠すか雲田にも心荒なむ、隠さふべしや三羽山には岩倉が三箇所あり、下方のものが、変津岩倉、半ほどのものが、中津岩倉、頂上付近のものが、奥津岩倉と呼ばれている。三羽山の頂上付近はかなり広い平地であり、 その内高宮神社の東方の広場にたくさんある高さ、約2メートルの岩が、奥津岩倉である。現在山中で見学できるのは、この奥津岩倉だけである。奥津岩倉や中津岩倉には、巨石群の周囲を広く、環状に石を据えた形跡があり、日本初期末期2の天村降臨に際しての、高見結び村の神直に、天神ひもろぎ及び天神岩坂を起こしたてとある。 岩坂にあてる考えもある。大宮神社の主祭神は、大物主大臣であるが、他に灰神として、大名口の神と少なびこなの神がいる。これらの祭神と山中の岩倉の関係について、カロ2年に出された、大宮鎮座次第の社殿には、奥津岩倉は、大物主大臣、中津岩倉は、大名口の神、偏津岩倉は、少なびこなの神とある。 また以上の岩倉の他にもその他にも山の神、岩陰祭祀遺跡、大宮神社廃れ裏の金属地遺跡、強制新社製法の神経大地遺跡などの祭祀遺跡がある。また、山の神遺跡は大正7年5月に偶然発見されたものである。古墳時代中期以降の岩陰祭祀遺跡で発見当初は古墳と思われた。 岩倉とされる石と五個の石がこれを取り囲むような状態で見つかり、さらにその下には悪い石を敷き詰めて、地固めがされていた。調査に入るまでの3ヶ月の間に盗窟を受けて、しまったとされるが、残った遺物には、小型の素分鏡3つ、壁玉性まが玉5つ、水晶性まが玉1つ、活石性模造品の小餅まが玉1つ、まが玉約100、くだ玉約100、 数百個の有効円盤と、剣形製品、無数の薄玉、高月、番、月、薄、綺麗、飛釈、砂地、実、シング、アン、アン、鏡の形を模した土製模造品、それに、剣形鉄製品と考えられる鉄片などがあり、本来はさらにおびただしい量の異物が埋納されていたことが知られている。その異物を見ると、鏡、玉、剣のセットが歴然としているほか、 三輪山の神が農耕神としての一面を持つことが興味深く現れていると言える。国学院大学博物館にはこの山の神祭遺跡のレプリカが展示されている。三輪山は古くから神宿る山とされ、三輪山そのものが身体であるとの考えから、神官や僧侶以外は足を踏み入れることのできない金属の山とされてきた。 江戸時代には徳川幕府より厳しい政令が設けられ、平等寺の許可がないと入山できなかった。明治以降はこの伝統に基づき、入山者の心得が定められ、現在においてはこの規則を遵守すれば、誰でも入山できるようになった。なお、三和山は国有林と民有林であり、大三輪神社の境内には属さない。史跡指定されているのは、麓の境内のみである。 現在でも三つ鳥居から変追枠までは金足地であり、三輪山に参拝する際には、ふもとの大三輪神社の拝殿から青木をがむといった手法をとる。ただし、以下の規則を遵守すれば、入山して参拝することができる。東拝口東拝を希望する場合は、大三輪神社から北北東250メートルあたりに位置する境内の拙者。 強制審査の社務所で許可を得なければならない。そこで、氏名、住所、電話番号を記入し300円を納める。そして参拝証の白いタスキを受け取りお払いを済ませる。道中このタスキを外すことは禁止されている。校庭は登り下り約4キロメートルで、通例2時間ほどで登下山できるが、3時間以内に登下山しなければならないという規則が定められている。 また山中では飲食、喫煙、写真撮影の一切は禁止され、下山以降も山中での情報を他人に話すことを慎むのがマナーでもある。午後4時までに下山しないといけないため、午後2時以降は入山が許可されない場合がある。雷雨などの公転の際は入山禁止となることもあるが、禁止とならない場合であっても一万一の事故に備えて、 電話番号の確実な記入が求められる。また、大宮神社で祭取が行われる日は、入山ができない。原則として、数多く散在する、巨石遺構や採取遺跡に対しても許可なく、撮影はできない。さらに、山内の一期一様に至るまで神やるものとし、それに斧を入れることは許されておらず、山は松、杉、檜などの大樹に覆われている。考古学者、 石の広信の説によると、三輪山麓には、清水思想が古代から存在したことが指摘されている。牧向遺跡尾崎花地区の聖泉と、家面の洞水施設は、古典でいう清水を浄化して、清水とするための施設であると推測し、三輪の祝い、と呼ばれる聖泉があり、大八瀬王子と三輪の祝いのほとりで戦った、大馬御子が、この水は、百姓のみただ飲むことへむ。 王者は一人飲むことのうは、じと図そしたことを挙げ、5世紀頃の三輪山麓に清水思想があったこと。それが、巻目遺跡の尾崎花の聖戦によって3世紀にまで遡ることがわかるとしている。ありがとうございます。